ルスカッソンです。こいつです。ひなです。今回は伝説のボール使わないでノックやってみたー。ひなさん、どういうことか分かりますか？ボールを使わずに、ボールを使わずにノックをするっていうのはどういうことだと思いますか？空気を感じる。空気を感じる。まあ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 、エアー的なね。まあエアーノック的な。そう、エアシャドーノックっていう言い方もするの。シャドーピッチングみたいな。それのノックバージョン。つまり妄想の世界できてる。そうそう、妄想の世界。イメトレ的なね、イメージトレーニングの動くバージョン。自分が上手くなってる感じでできる。そう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 。まあ、ノックは一応いるんだけど、ボールを持たずにこうやって打つふりして、で守ってる側はそれに打球をイメージして動いてプレーする。これね、実際にね、やってたんですよね。大会前のシートノッカー、はいはい、あの時にやってました。あれ、あの7分ノック、そうそう、7分ノックをシャドーノックでやってて、中学校の。そのいいところが、実際に試合とかで、あっていう時がある。これ、あの時にやってた動きだっていうのがあるから、実際のその試合に役立つ予習ですね。そう、予習、そうそう、予習的なね、そういうことです。それを今回やってみようと思います。ういさあ、行きましょう。せーの、はい、さあ、はい、さあ、はい、さあ、さあ、すでに、よっしゃ、おかしいな、思いっきり振ったのに球いかねえな。ナイス、はい、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 ナイス、イメージできましたか、ちゃんと。イメージが大事なんでね、ボールをちゃんとイメージして最後の方は見えてきた、うん、あ、見えてきた。ボールがあれだね、思ったよりね、うん、だボール、うん、ある時より動いてる気がする。あー、そう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 、それがいいとこなんです、この練習のね、うん、この試合であっっていうね、デジャブ感、あの時の動きだっていうのがあるから、これ結構いい練習なんですよ。まあ3人でやったからちょっとまああんな感じの雰囲気だったけどね。まあね、もう全体でやればめちゃめちゃあの盛り上げながらそうやって、もうすごいもう活気も出るし盛り上がる、いい練習なんだね。
ボール使わないでできるからね。確かに。たまにはちょっとこういう練習もいいんじゃないかなということで、今回やってみました。はい、というわけで今回の動画は以上です。はい、チャンネル登録、高評価、そして通知ボタンをぜひお願いします。お願いします。こちらのプレゼントコーナー。こちらのプレゼント、こちらになります。こちらのメガキング2。こちらを1名様にプレゼントします。1名様に、はい、ちなみにこちら撮影使用済み。そしてあとバットケースも付いてきますね。はい。はい、バットケースでーす。応募方法はこちらになります。こちら。こちらのですね、当選発表は当選日の動画内で行うので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。お待ちください。この後次回予告。トライトライ。さあ。